はい、皆さん、こんにちは。夕方ですね。2018年5月の25日、18時41分です。雑談おしゃべりしていこうと思いますので、よろしくお願いします。さっきね、プレゼンテーションとか人との喋り方みたいな話題で終わったんですけど、大衆向けにスピーチの上手い人の特徴っていうのをね、ちょっとやってみたんだけど、その中でね、天才って言われてるのが、まあ、やっぱね、みんなが知ってるスティーブ・ジョブズ。で、さっき、こういう風にやるんだよって言ったのを、スティーブ・ジョブズがどういう風にやってるのかっていうのを、皆さん一緒に見ていきましょう。じゃあ、キャップ振ります。まあ、世界で一番これはね、もう、このプレゼンが俺は一番好きだね。見ましょうか。大衆の心をつかむまでどういう行動をするのか、そして、つかんだ後、どういう、動きをするのか見ていきましょう。喋らないね。ゆっくり歩くでしょ。This is a day ゆっくり喋ってんの聞いて。静かに音を小さくして喋ってる。これはね、すごくうまい技術で、いきなり大きい声を出すんじゃなくて、なぜ小声で喋るのか、ゆっくり喋るのかっていうと、小声だと聞き耳を立てるから。ゆっくり歩いて注目をさせて、小さな声で喋るのは最初は大きい声で喋るとうってなるから、小さい声で喋ると何って傾ける、そういうテクニックですね。This is a day I've been looking forward to for two and a half years。で、後半一気に飛ばすと分かるんだけど、この入りで入ってるのにこうなってる。They could display anything we want. Put any user interface. 違うでしょ。スピードと気持ちの込め方が全然違うの分かる。最初の入りと全然違う。こうやって比較すると分かる。最初は感情を込めない。小さい声で喋る。後半は感情を込めまくる。これが名スピーチって言われてる。そう、ダイナミックにやる。これはもうスピーカーっていう職業があるんだけど、これの徹底的にトレーニングされる。で、簡単に言うと、人の集中力ってみんなどれくらい持つか知ってる？時間で言うと。人が何かを聞くときに持つ集中力ってどれくらいだと思います？時間にすると。どれくらい集中力が続くのか。みんな、どれくらいの時間か、ちょっと考えて答えてみて。90分、15分とか20分。みんな考えて、考えて答えてみて。10分、3分。亀仙人がね、正解。3分です。実は3分間しか持たないの。だから3分間の後に、で、しかも90分とか話しても3つしか覚えられないって言われてんの。どんだけ話しても3つ。そう。だから3分間の集中力を休憩させて入って、休憩させて入ってを繰り返すのがうまいスピーカーだ。そうだよ。人ってちゃんと聞くっていうの、3分以上聞くと疲れるの。じゃあ見てみましょう、最初から。結構短い。だから YouTuber が3分とか5分とかの動画っていうのは実はすごく理にかなってる。This is a day I've been looking forward to for two and a half years. で、ここ注目。拍手が起こって拍手が終わるまで喋らないから。これプロスピーカー。ね、Every once in a while, a revolutionary product comes along. 拍手が終わるまで喋らない基本なの。That changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate.ちなみにこのプレゼンテーションをやるまで200回やったって言われてる。このたった1回の発表会のためにジョブズ200回練習した。One of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple. It changed the whole computer industry.喋り始めないでしょ。
待つね。ね。In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Well, today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone.And the third is a breakthrough internet communications device. 身にかなってるっていうかね、実は俺講演会でスピーチすることが多かったんだけど、めちゃめちゃ理論体系の、これ感性でやってる人が多いと思うでしょ。彼が天才的でこれを自然とやってるんじゃないの。実は理論があって、スポーツとかと同じで、こういう風にやるとこういう群衆心理が起こるよっていう。ヒトラーとかも天才なの、実は。ヒトラーは演説の天才で、すっごい上手い。全く同じことやってる、ジョブズと。だから実はこういうスピーカーっていうんだけど、スピーカーを育てるっていうちゃんと職業があるの。だから日本はそれがないからダメなの、プレゼンが下手なの。 Three things. 計算なの。 widescreen iPod. 要はテクニックなの、これ。A revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, これすごいよね。 and an internet communicator. これすごいよ。ここはすごい。 An iPod, 気づかせるの。笑いから気づかせるから、ほら、気づいた。 Are you getting it? すごくない？これ。これはジョブズオリジナルで、俺一番好きなシーンの。笑いから来るでしょ。笑いから、あれ？マジで？っていう。これすごい。An iPod. A phone. これすごい。笑いから来る。An internet communicator. ちょっと待ってね。これ何がすごいかっていうと、計算に入ってるんだよ。要はここで笑いが起こる。だから繰り返すわけじゃん。そう、まさかそれ？っていう。これは天才だよね、本当に。いや、テレビでヒトラーも見せてあげたいぐらい、ヒトラーも最初静かに喋るので、ワンなんだなんてやるでしょ。あーってやるでしょ。後半なの、20分以降の、もううわーみたいになるの。全く一緒の原理だから。だから演説上手くなりたかったら、ジョブズかヒトラー見た方がいいよ。まあ、ネットの速度は、好きなシーン、もう一回。デバイス。So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communication. で、これ三つしか覚えられないっていうね、これね、フランス人が得意な論理思考なんだけど、三つだけ言うっていう。An iPod.そう、天才がそれをじゃあ200回やるから天才なんだよ。 And an internet communicator. 逆。 An iPod. A phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. で、笑いを取るから。3分の集中。今この時点でほら3分ジャストでしょ。集中力が切れる。3分ピークになってるでしょ。いや、今鳥肌立ったわ。わかる？一回落とすの。ピークタイムが3分なんだよ。超計算づくだよ。今鳥肌立ったんだけど。いや、だから漫才とかコントとかだよ。3分ジャストなの。この一番盛り上がるところが。いや、鳥肌立ったんだけど。うお、すげえ鳥肌立った。この iPhone が3分ジャスト。iPhone。すげえ。Today, 計算づく。Today, Apple is going to reinvent
the phone. And here it is. 一回意識そらすんだよ。 Now, actually, here it is, but we're gonna leave it there for now. So, before we get into it, 天才だね、本当だ。 Let me talk about a category of things, the most advanced phones are called smartphones. 次のステージに入るんだよね。で、こっからも、もう大丈夫なの。 And, they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is that they're not so smart. ビジョンを見せる。 And they're not so easy to use. So if you kind of make a ここからテンポ違うでしょ。 graph of the smart axis and the... つかみのテンポ変わったでしょ、後半の。わかる？もう会話のスピード、トークが全然違うでしょ。 Easy to use axis. Phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart. すげえ早口だもんね。 You know, not so easy to use. これがつかみっていう概念。 But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff.要は一番重要なことを前に出して最後に補足をする。うん、よく言われる。だからここからいらないトークンでもあるんだ。way smarter than any super easy to use. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start. これもね、計算なんだよ。これこの水飲む、ま、もう計算なんだよ。これね、知らない人多いんだよ。みんなさ、これフリートークでやってると思うでしょ。これね、水飲むタイミングとかも教わってた俺。わざとここで飲めとかあるの。Revolutionary user interface is the result of years of research and development.これをだから俺は数年前20代の前半の頃スピーチが下手で怒られて、その東京にのスピーチスピーカーを育てる人とかに通って教わってたの。だからこれを見せられながら この時なぜこれをやってるのかとか全部教わってんの。今のみんなと一緒なので、それの練習とかも何ヶ月もやったの。喋りうまいですねって言われて当たり前じゃんと思う。Why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's four smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. 日本人と違うのは、日本人のプレゼンテーションってグラフだの数字なの出しまくるでしょ。ごちゃごちゃしてるでしょ。ジョブズのプレゼンってもう本当に分かりやすいの。言葉で説明してビジュアルイメージとかも全部計算してるの、プレゼンテーション。すごくシンプル。And they all have these control buttons that are fixed in plasticand are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application. They can't change down the road if you think of another great idea you want to add to this product.Well, how do you solve this? It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want. Put any user interface up. And a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen.A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. 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 Who wants a stylus? これはでも日本企業揶揄されてんだよ、これ。これってさ、要はあれだよ。あの任天堂 DS とかが流行ってたじゃん。
こんなのダメだよっていうジョブズの日本企業に対するディスなんだよこれ。こんなんダメだよっていう。Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. こんばんは。Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus.So let's not use a stylus. タッチペンのことね、これ。We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. アイテムありがとう。It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped.It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So, これは今のギャグが最高の笑うところなんだけど、なんで笑われたか分かんないでしょ、日本の会社は。特許も取得済みだよって。これはあのアップルが開発したものをビル・ゲイツとかがパクりまくって、後にアップルが衰退するっていうのをみんな知ってるからの。要はうちの会社は特許を取らないでいつもパクられて結局潰れる会社だっていうのを揶揄してんのこれは。だから最後に特許も取得済みって言ったらみんな爆笑するの。Ever been shipped? うん、そう。It ignores unintended touches. It's super smart. そう、自虐逆で終わるの。You can do multi-finger gestures on it. ここうまいよね。And boy, have we patented it. So. So.最高のギャグだよ。っていうのが、はい、ジョブズのプレゼンテーションでした。勉強になるね。だから、その、すごく大事なことで、その、天才っていうのは実は、みんなが思うのは、生まれながらにして天才なんだって考えすぎるんだよ。そうじゃなくて、実は、テクニカルであったりとか、理論体系さえちゃんとしっかり勉強すれば、誰でも、こういうことができるようになるっていうふうに考えないとダメ。うん、面白いよね。そう。だから会社の経営者がその部下を鼓舞する時とか、そのやれよって言ってもやる部下なんかいないの。お前はダメだっつってもダメなんだよ。うん、そのコーチングのテクニックを経営者は覚えた方がいい。絶対に。人を動かすっていうのはどういうことなのか。経営者の役割っていうのはビジョンを見せることと鼓舞すること、モチベーションを上げることと、それが成長につながるわけでしょ、うん、そう。凡人はただただ彼は生まれながらにしての天才なんでしょって考えるじゃん。違う、むしろ知ってる人は知ってるけど、アップルなんかパクりまくってる会社だからね、技術を。iPhone っていうのは実は世界で一番優秀なデバイスではないの。あの Android ユーザーがよく言うんだけど、世界最先端のものっていうのはあれだけ大きい会社は作れない。なんでかっていうと、 Apple っていう製品がリリースされるときに工場の数、出荷数を考えると2年遅れるって言われてるの。だから実は iPhone の最新モデルっていうのは2年前の技術でできてるんだよ。わかる？だけど、なぜ人は iPhone を使うのかっていう。それがブランディング戦略だ。うちの社長は新しい、怪しい自己啓発セミナーにはまって、社員強制しまくる。それはダメ。トップダウン型って言うんだけど、そう説明しようか。大丈夫？こういう話面白い？なんかね、主婦の人とかは全然楽しめないかもしれないから、つまんなかったら話題変えるから言ってね。まず、ティーチングとコーチングの概念の説明からしようか。ティーチングになっちゃった。小さいイが入らないとね。ティーチングって。ティーチング。ティーチングっていう言葉があります。で、もう一つある。それは、コーチングっていう概念があるのね。コーチング、この2つって似てるようで全然違います。ティーチングとコーチングって何が違うか分かるかな。これはね、ティーチングっていう方はね、
日本企業がよくやってしまっている方なんだよね。残念なんだけど。ティーチングとコーチングの概念を説明します。さて行きましょうか。この違いが説明できる人はこの中にいますか？ティーチングとコーチングの概念、何が根本的に違うのか一緒に考えていきましょう。ティーチングとコーチングは何が違うでしょう？知らない？ボトムアップトップダウンの前にね、まずこっち側から押さえていかないといけないね。やり方わかんない。まずティーチングっていうのはティーチ、教育って言われてるものなんだけど、日本企業のやり方がティーチングはすごく多いです。教えると導く、素晴らしい、はるさんすごい、教えると導く、そう。ティーチングっていうのはやり方を教える、押し付けるんです。わかる？コーチングは教えません。コーチって言うでしょ。引き出すの、導くの。そう、要はね、どういうことかっていうと、潜在的に本人が気づくまで質問を続けるやり方はコーチングです。でティーチングっていうのは、俺はこうやってやってきたよ、こうやるべきなんだよっていう、そう教えると学ぶだね。そうで、簡単に言うと、このやり方をやりなさいっていうので、コーチングの今の質問の仕方変わります。コーチングだと、どうやったらうまくいくと思う？って悩んでることある？ってどこが自分のいいところだと思う？って気づかせていくの、ひたすら。これがティーチングとコーチングの違いで、多くの会社、さっき、まあ、はるさんが自分の会社の社長が自己啓発ハマっちゃって押し付けてくる、押し付けるっていうのは、まあ、どっちだろうか。ティーチングだよね。押し付けてくるのはティーチングの概念。これはもう古いの、やり方が、これはダメ、ティーチング。じゃあコーチングはどうやってやるのか、俺がコーチングやってた時の概念を今から話していきましょう。まずコーチングにも2種類あります。コーチング、コーチングの技術、はい、コーチングの技術を話しましょうか。ボトムアップっていうやり方があります。まずボトムアップ、ていうかさ、生放送でこんな話してんの俺だけだよね多分ね。ここのリスナー変だよね。配信者も変だと、リスナーも変だよね。トップダウン、はい。でボトムアップとトップダウンの違いっていうのは 何かっていうとね、これね、実はコーチングの技術っていうのは日本でもどんどん、レベルが上がってきてます。でボトムアップ型って言われてるのと、トップダウン型って言われてるのがあるんですけど、これはね、コーチングじゃなくて、みんなが自分のやりたいこととかを追いかけるときにも指標になるから、これを覚えておくといい。まずボトムアップっていう、トップダウンっていうのは、こうです。理想の自分とか夢とかゴールとかから逆算していきます。OK。で、ボトムアップっていうのは、
こんな感じかな。今の自分からどうしていくのかっていうのを計算していく方法論。トップダウンっていうのは上から考えていくの。で、ボトムアップっていうのは今の自分が持っていて明日何すべきかっていう方法論。で、俺がいつも話してるのはこれどちらも大事ですよって言ってる。どっちも大事。こういう風に上がっていくわけですよ。ね。こういう風に。で、その時にトップダウン、これがゴールね。これがゴール。こっからこういう風に考えていくのがトップダウン。で、今の自分からどうやってやっていくのかって、この両方の技法っていうのが必要。こっち側がボトムアップね。ボトムアップで、こっち側がトップダウン。 OK。 で、この2つのバランスを見誤っちゃう。要はゴールだけ決めて今何すべきかわからないっていうのが結局口だけやろうになっちゃうの。結果が得られない。で、逆に現状からどうやってやっていくかだけを考えるとビジョンが見えなくなる。だからこのバランスっていうのを組み立ててあげるっていうのがコーチングの技術、理論体系。両方できないな。OK。今の自分の位置と未来の理想の位置っていうのがどこにあるのかわからないと結局意味がないでしょ。例えば、今の自分がいますと。で、理想の自分がいます。理想の自分と現在の自分がいい。で、時間軸っていうのをこういう風にするべきだ。で、簡単に言うとですよ、今の自分がやるべきこととこの時点でやるべきこととこの時点でやるべきこととこの時にやることって全部違うの。わかる？わかる。で、そのポジショニングをするときに必要なのがボトムアップなんだ。ボトムを確認する方法と、そっからこのステージに上がるためにはどうするのか。この人がボトムアップ、このステージに行くにはどうすればいいのか。この人がこの時にどうやってこのステージに上がるのか。で、さっき言ったティーチングの概念だと、この俺になりたかったら全員こうやれっていうのがティーチングのやり方を。つまりこの人がこのステージ行ってこのステージ行ってこのステージ行ってっていうのは普通の考え方じゃん。だけど日本企業の多くっていうのは命令をしちゃうわけよ。こういうふうに お前にこれやれって言っちゃうの。だから無理を押し付けられてるような感じに聞こえる。何言ってんのこの人って。これがティーチングね。
わかる。これだからうまくいかないっていう。行くわけがないよね。わかる。これはダメだよっていう。バツ、うん。そうじゃなくて、そのティーチングもバツね。ダメ。バツ。そうじゃなくて、コーチングはじゃあ具体的にどうやるっていうのかっていうと、この人が持っている問題意識を掘り下げていくの。本人に聞く。なんでかっていうと、本人が一番知っているって考えるの、コーチは。問題を一番知っているのは現場なんだよ。この人は現場の問題点が必ず見えていない。だから上手い経営者ほど問題点を探るときは現場に必ず聞くの。わかる。で、この問題点を把握して、次のステップ。どうやったらうまくいくかを聞くの。つまりね、コーチングは、コーチングの概念ってすごく面白くて、こうなんですよ。うん。こういう考え方から来てんの。本人の問題が見ることができ、ん？あれ。問題を見つけることができるのも解決するのも本人にしかできないっていう前提に立つのがコーチングの。これがコーチング。言われてみれば当たり前のことなんだよ。だからさっき言った教えるのか導くのかの違いだって言ったのはすごく正解、うん、めちゃめちゃ正しい、うん、そうで、そういうのをさっきの言葉に変えるとわかるでしょ。他人と過去は変えられない、自分と未来だけは変えられる。つまり未来を、この人の未来を変えることができるのはこの人だけなの。それをお手伝いすることしかできないの、コーチは。面白いでしょ。だからティーチングをする企業はダメ。ついてこれるやつだけ生き残るっていう考え方だから。OK。じゃあその、なんだろう、具体的な方法論とかに入っていくのであれば、その多くの場合ね、多くの場合なんだけど、一番の問題点は何だと思う？普通の企業のコーチングのコンサルやるときに一番多く質問が来て、一番ああそうですよねっていうパターンね。じゃあコーチングのコンサルやるときに何が起こるかっていうと、すごく面白い現象が起こる。あれ？なんだ？デリー、あれ？なんだこれ？ん？どういうこと？あれ？なんだろう？色が白くならない、どういうこと？色が白くならないの、なんで、え、なんだこれ、なんだ、あれ、色がデリート、あれ、これでいいのか、あ、こうか、
かな。コンサル業向いてるっていうかね、コンサルやってたかんね、ずっとね。大会以上に働くの分かりづらい。経営者側のね、それは従業員側だと思うんだけどね、経営者側によく言われたのがこれ。あのね、これよくあるんだけど、ね、ちょっと待ってね。いや、これもそ、あの、笑える話なんだけど、あれ？なんだろう、色が。あれ色が出ないな。なんだろうこれ。どういうことだ。なんかバグった。あ、なんだこれ。あれなんで色が出ないんだ。背景透明。あ、来た。そもそも論として問題意識を問題意識がない、これよくあると思うんだよね。要は改善をすることができるっていう発想がない。自分を変えられるんだとかいう、そもそも問題意識を持ってないの、従業員が。だからそのコーチングをやる人のまず一番最初の入りっていうのは、まずこの前提条件ね、解決することが、ちょっと待ってね、必ずできるっていう。なんだこれ使いづらいな。いいか。で、問題そのものを発見してあげるっていうところから入るのよ。問題意識を作ってあげるところから入るの。つまり問題は必ず解決することができるんだよっていうことを教えてあげるところから来る。そう。こういうところがすごく重要なところになってくるの。要は信じてついてこいっていうティーチングのやり方はダメなの。そうじゃなくて、問題は解決できるっていうプロセスを説明していってあげて、あ、できるんだってなったら勝手になってくるんだよ。そんなことないよ。あの、インセンティブの話をしようか。じゃあインセンティブの話をします。じゃあ今度インセンティブ、報酬ね。報酬、なぜ働くんですか。なぜ働くのか。はい、皆さん書いてください。なぜ働きますか。なぜ働くのか。なぜ働くんですか。暇だから。暇だから。はい、他にどんどんください。生活のため、お金が欲しいからにしますね。お金が欲しいから。他にありますか。誰かの役に立ちたい。
いや、これ当たり前のこと、だから66さんこの前の話よ。当たり前とありがたいは対極の位置にある。生きていくためお金が欲しいからでいいかな。自己実現、夢を叶えたい、いいね。健康維持、どんどん出てくる、わかる。こういうふうにただお金のためでしょ、生活のためでしょって言ってるけど、暇だからとか、誰かの役に立ちたい、健康のため、夢を叶え、成功したい、いいものを食べたい、うん、まあお金が欲しいからだよね。でこれを動機づけって言うんですよ、動機づけで。この時にこう考えてみようかっていうふうに、どん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 てこ入れしていけばいい。じゃあ、暇だからって言ってくれた社員が言います。で僕がコーチだったらこう言います。暇だから楽しく過ごしたい、つまらなく過ごしたいって聞く。みんなは何て答える？暇だからって答えた人だと思ってください。どんな時間を過ごしたいって聞く。楽しく過ごしたい、それともつまらなく過ごしたい、さあ答えてください。どっちですか？皆さんはどっちでしょう？うん、はい、どっちですか？楽しく過ごしたいと。楽しく過ごしたいと。じゃあ次の問題に取り組みましょう。いきます、ある人はお金が欲しいから働いてますと答えました。 OK。 じゃあコーチ、和道コーチが質問します。さっき言ったでしょ、質問して導いていくよって。たくさん給料が欲しい、少なく欲しい、お金は、たくさん欲しいですか、少なく欲しいですかって聞きます。はい、皆さん答えてください。たくさん稼ぎたい、たくさん稼ぎたいと。 OK OK、 みんなたくさん稼ぎたいと。なるほど。じゃあ今度誰かの役に立ちたいと、うん、誰かの役に立ちたいというところ、じゃあ行きます。どんな人が誰かの役に立つ人だと思いますか？どんな人が誰かの役に立てる人はどんな人ですか？はい、誰かの役に立てる人とはどんな人でしょうか？有能な人、有能な人。他にはあるかな？誰かの役に立てる人は騙されやすい人なの？人の気持ちが分かる人。はい、他にはいますか？人のために何かができる人。有能な人、優秀な人、一緒ね。はい、じゃあこの質問は OK です。じゃあ次いきます。夢を叶えるためにはどうしたらいいでしょうか？夢を叶えるためにはどうしたらいいと思いますか？はい、答えてください。夢を叶えるためにはどうしたらいいでしょうか？資金を集める。資金、資金集め、努力、
努力。手短、効率性かな、効率よくでいいかな。学ぶ、勉強、いいね、どんどん出てくるね。はい、この辺でいいかな。うんね、じゃあ今度健康のためには、健康のためという問題を見てみましょう。健康のためには、どんな人が健康だと思いますか。どんな人が健康だと思います。鍛錬もね、勉強に入りましょう。健康な人ってどんな人ですか。健康な人はどんな人でしょうか。ストレスがない、ストレスフリー、ストレスフリー、規則正しい、五体満足、病気がない。まあこの辺にしましょう。ありがとう。さて、皆さんが答えてくれたことありますね。いきますよ。みんなが答えてくれたこと、みんなはたくさん稼ぎたくて楽しく過ごしたくて資金を作り努力をし効率よく勉強し、さらにストレスフリーであり有能であって人のために行動ができるような、しかも人の気持ちの分かる人になりたい。ね、見えてきたでしょ。これ分かる。これが要はボトムアップとトップダウン、なぜ働くのかっていう問題意識がなかった。問題意識はなぜ働くのかね。ね、みんなが出した答えはね、お金が欲しい、暇なんだよとか言ってたけれども、実はたくさん稼ぎたくて楽しく過ごしたくて有能な人になりたくてストレスフリーになりたくて資金も努力も効率も勉強もできるような会社になりたいと言いました。僕が経営者だったらこう言います。僕もそんな人が雇いたいんですよって。でしょ。本来経営者が求めている人材とみんながなりたい人材はイコールなんだよ。わかる。ここに命令が必要、ここに上から必要、実はこの人が欲しい人なんだよ。わかる。つまりこうやって経営者が従業員と話すことができたらストレスなんかたまらないどころか楽しい会社ができると思いませんか。どうですか。どう思う。経営者が欲しい人と実は従業員がなりたい層っていうのは一緒なんだよ。これをやり方を間違えてしまうからダメになるの。分かったでしょ。言われてみりゃそうだなって思いません。つまり経営者は従業員のこのお手伝いができる会社だったら社会にも役に立つし、従業員も利益が上がって給料も上がってっていうのが本当は理想なんだよ。だけどやり方を知らないからこんなことになっちゃってんの。要はコーチ側、要は上に立つ人はこういう技術を身につけていかないといけないの。いや、無知はいらないっていうのが俺の考え方。うん。っていうかこれは飴でも無知でもないの。頭を使ってるだけの。心と頭を使ってれば無知も飴も必要ない。でしょ？だって経営者が求めていることと労働者が求めていることはイコールなんだもん。うん。でしょ？納得でしょ？だからそれを人間の欲、例えば人よりも上に立ちたいとか、そのお金をずる賢く稼ぎたいとか、要は何かをやるってことは何かがやらないってことでもイコールなのよ。優秀じゃないと人の役に立てないとか全部つながったでしょ。つまり無能なのに稼ぐっていうのはダメなの。そんな理屈は通らない。だからぐちゃぐちゃする。有能になったら給料上がるよって、正しくやる。なに、有能な人に高い給料払わなかったら社員逃げるでしょ。わかる。じゃあ中国行こうかってなるでしょ。
だからこの冷静に見れるかどうか、分析できるか、正しいことを正しくやってたらうまく会社は回るんだよ。そうでしょ、うん、そう、見栄であったりとか搾取であったりとか、ずる、従業員側だったらずるをしたり、誰の役にも立ってなかったり、こう考えると経営者側の人もわかる、従業員側の人も、あ、俺まずいなってわかるでしょ。うん、相手もありがとうでしょ、うん、そう。だから人間の可能性を信じること。だからみんながみんな同じような理想を持ってる。立場をこう、そう、騙したり騙されたりってなっちゃう。そうじゃなくて、優秀な人は優秀なだけ稼げるっていう社会を作るべきだし、会社を作るべきだし、また優秀な人が稼ぐべきであると思わない。それだったら誰も文句言わない。俺はそういう風に考えてずっとやってきた。だから、優秀な人が逃げちゃうんだよっていう風に言われた時に、どうしてだと思いますかって。給料払ってないなって、そんなにいい給料、他の方がいい給料出すな、ですよねそれって、じゃああなたの問題じゃない、誰の問題だと思いますかって。優秀な人が会社辞めてくのは誰の問題ですかって聞いたら、俺の問題だわってちゃんと答える。要はね、人の話を高圧的に受け、言われた時に人は突っぱねようつの、そんなの俺の方が正しいって。でも人間って面白いんだよ。質問をしていくと自分で答え出すでしょ。なんで逃げるんだと思いますかって、いやーなんでだろうって、原因があるはずですよね、そうです、そうだよねって、 他のところが給料良かったんですかねって、うん、そうだと思う。他のところが認めてくれるんじゃないですか、そうだと思う。じゃあどうしたらいいと思いますって。インセンティブっていうのはいろんな種類がある。人が働く理由っていうのは、今言った通り、健康になりたい、認められたい、ね、仲間と楽しく過ごしたい、お給料、お給料が問題なかったんだったら認めてなかったんじゃないですかって、もしくは職場が楽しい雰囲気じゃなかったんじゃないですかって、誰かを騙してたんじゃないですかって、どれかに当てはまるはずじゃないですよねって、どれですかって、うん、でしょ。気づく、さっき誰かが書いてくれてた、気づく、本人が気づいたら変われる。これは立場の問題ではない、人間の本質の根幹の問題の。これはだから、だけど今例えで、その会社のコンサルをずっとやってたから、あのコンサルっていうかコーチング、コンサルだよね、外部で入る場合は、の場合はこういう風な手法でやるけれども、実は、夫婦関係であったり人間関係であったりとか、何にでも使える、これは、うん、何にでも使える、うん、いやだから、なんだろう、俺はなんだろう、そう言ってくれてありがたいのよ。特命さんに、和道さんみたいな上司だったら最高だなって。なんでこういう公の場所で話すかっていうと、従業員の立場の人も経営者の立場の人もこれいいなって思ってくれたら明日変わるんだよ。例えば特命さんが家族に対する接し方を変えたら、それが実現できるんだよ。あ、こんなお母さんだったらな、お父さんだったら子供にそうやって接しようね、家族にそうやって接しよう、部下にそうやって接しよう、和藤さんみたいな上司だったらじゃないんだよ。明日匿名さんが誰かの理想の上司になれるんだよ。誰かの理想のバイトリーダーになれるんだよ。誰かの理想の店長になれる。誰かが最も必要とされる販売員になれる、店員さんになれるんだよ。俺はだから、なんつうんだろう、これをただでも広めるべきだ。なんでかって言ったら、みんなが、社会が、日本が全体がそうなったら俺に返ってくるんだ。でしょ、理想じゃん。で、俺の理想とここにいる全員の理想って、さっきも説明した通りそんなに変わらないから。そうでしょ、みんなが良くなったらみんな良くなるでしょ。だってみんなが稼いだら、みんなの給料上がったら、俺花火多分いっぱい飛ぶと思うよでしょ。でもそれは悪いことじゃないじゃん、うん、そう、じゃないとどん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 海外に人逃げちゃうと思うよ。他の会社に逃げちゃうと思うよ、優秀な人ほど。
で、インセンティブはさっきも言ったけど、お金だけじゃないよ、うん、居心地、自己実現ができる環境、それを見せ続けてあげることね、うん、ここの会社にいたら夢が叶うんだ、ここの会社はすごく居心地がいいんだ、ここの会社は誰かの役に立てるんだ、これを作れる会社になるかどうかでしょ。会社っつうか、まあ会社で例えてもどうかと思うけど、俺会社員じゃないから、うん、でも少なくとも和道リスナーと和道の関係はこういうのを意識してやってるよ、うん、荒らさないでねって、楽しく過ごしてねって、もし批判をするんじゃなくて代替案を出そうって、批判することが良くないっていうのもじゃあ説明しようか、せっかくだから。批判は恐れから来るんですよ、うん、誰かを批判して、誰が得をする、あなたが誰かを批判しました、誰が得をしますか、答えてください。誰かをあなたが批判しました、誰が得をしますか、どうでしょう、答えて、この俺の質問に答えてください。みんなが思ってること、もう答え出てるよね、誰も得をしません、いや自分も得をしないの、誰も得をしないの、わかる。例えば批判の言葉を、じゃあ批判の言葉はみんな得意でしょ批判してみて、はい、批判の言葉を書いてみて、誰もしないんですよ実は。批判の言葉を書いてください。お前には無理。有名だよね。あと何がある？いや批判自体が意味ないの。お前には無理。なんだろう。まあまあいろんな言葉があると思うけど、絶対。絶対できない、うん、結果出したことあるのね。例えばまあまあ、いくらでも批判するのってある。こんなのよく聞くじゃん、こんなのよく聞くでしょ。これを言って何かが生まれます、皆さん。これを言って何かが生まれると思う？何も生まないんですよ。何も生産しないの。何も生まない。だからこういう誰かを批判する言葉っていうのは使うべきではないの。誰も得をしないし、時間の無駄だし、損をするだけだから。わかった？言われてみたらそうでしょ。損しかしない、損批判でしょ。実は批判すればするほど損しか生まれないんですよ。つまり仕事で、会社でやってるべきなの、仕事で何かをやってるべきだったら、ね、結論損しか生まないっていうの分かんだから、何かを批判しても意味がない。何も意味がない、損しか生まない、損しか。じゃあどうしたらいいかっていう話なんだけど、批判する時、批判する心理の時にはどうしたらいいと思います？それはもう答えは簡単。代替案を
出すと。批判をするんじゃなくて、ただただこうしたらいいんじゃないっていうことをやっていく。これがすごく重要。大改案。でもね、これをねできる人はなかなかいないんですよ。冷静に考えたらそうでしょ。こういうアイディア、これアイディアって呼ばれるもんなんだけど、アイディアを出していけばいい。そう、でもしちゃうのは人間だから今勉強してんの俺らは。そう、だから変われるの。でもしちゃうんだったらどうすればいいか、アイディアを出すんだよ。 OK、 結論からいこうか。じゃあ消すよ。誰かを批判しそうになったときは、損しか、損しかない、なので、なんだこれ、あれ、これがプリンシプルっていう考え方ね。こういうふうに結論を出した時、結論って何なのかっていうと、プリンシプル、原理原則って言います。ルールだね。批判は損、得はアイディア。こういうのを原理原則、プリンシプルって言います。こういうプリンシプルね、原理原則、こういうのをルール化していく。OK、ルール化。別に仕事の話に限らないよ、これは。俺は特に仕事の話をしてるっていう感覚ではないね。こうやってやると分かるでしょ。できないと思ったらできないよ。できると思ったらできるよ。ルール化、プリンシプル、批判は損しか生まないよって、得を得るためにはアイデアを出すよって、こういう感じ。それが俺は人を批判しても意味がないっていう、批判は批判を生むだけっていう、そういうふうに俺は考えてる。大改案とかアイディアっていうのは、結果を出す可能性があるからね。さて、私はそろそろ移動しようかな。どうしよう。慣れもある。要はね、習慣化するの、こういう考え方を。
パッと答えは出づらいかもしれないけれども、普段生きていく中で無理だって考えるのか、解決ができる、さっき一番最初に言ったことあるじゃん、問題は必ず解決できるんだよっていう前提に立たないとこの話は生まれてこない。でも人間っていうのは大丈夫だよ、空も飛ぶまで進化してるんだよ、テレパシーが使えてんのと一緒だよ昔からしたら。ここまで人間が進化できたのは問題意識、問題を解決できる能力を人間が持ってるからのでしょ。空も飛べるし、テレパシー、昔言うテレパシーとかができるような状況にあるのに、こんな簡単なことも解決できないはずがない。批判は損しかないからやめようって。簡単だよ。よいしょ。時間なんてかかんないよ。要は今、やっていいこととやっちゃいけないことを決めるだけ。合理的な判断をしてね。どっちの方が自分が得かなっていう話よ。どっちの方が自分が幸せになれるかなっていう話。うん、選べるでしょ。じゃあさ、簡単よ妹さん。いつも批判ばっかりしてくる、誰かの悪口ばっかり言ってる人と毎日楽しく過ごせる？毎日ずっと悪口言ってる、誰かの批判ばっかりしてる、そういう人と仲良くできる？その人とワクワク過ごせる？楽しく過ごせる？無理でしょ。だからそういう風に毎日誰かの悪口、誰かのことをディスってる、多分周りは敵だらけになると思うの。できないでしょ。だから環境を変えることはできる。自分を変えることは難しいかもしれないけど、そういう人と関わらない、楽しくしてくれる人と過ごす、自分を成長させてくれる人と過ごす、ワクワクさせてくれる人と過ごす、好きな人と過ごす、これはすごく大事な。環境を変えたら自分は勝手に変わるから。人間は環境適応能力があるから。それがさっき言った話ね。自分を変えるのは時間かかるかもしれないけど、環境を変えることは簡単にできる。まずは環境を変えたら自分が変わる。ありがとう、宇宙旅行ありがとう。面白いな。難しいって考えたら、それってどういうことかっていうと、私には無理っていうこととイコールだと思わない？深層心理の中で私にはこれ無理だなっていうことになっちゃう。でもこんなの簡単じゃんって嘘でもいいから言ってみたら、聞けるの。私にはできるってこと、これがポジティブシンキングね、考え方。難しくない。それさ、俺がさ、あれだよ、妹さんに今から宇宙人見つけてこい、1時間以内にって言ったら無理だよとみんな言うと思うの。これティーチングでしょ。さっき言った、ここにいる100人が全員俺が妹さんに宇宙人見つけてこいって、見つけてこないとクビだって言ったらさ、ひどすぎるよって言うと思うの。でも日本の会社それやってんだよ。そんな難しいこと言ってないでしょ。当たり前のことを言ってるだけだから大丈夫。そう、視点を変える、そう、世界をどう捉えるのかっていう。周りの人ができてるんだから、幸せになれてる人がいるんだから、私も余裕でできるって考えてほしい。簡単なの意外と。全然難しいことはない。
誰でもできる。ただ時間はかかるかもしれないけどね。周りに住んでる騒音人間に一年中困って鬱になってるんですけど、どうしたらいいですか。あ、じゃあ俺が試しにやってみようか、コーチングやってみようか。俺結論出てるんだけど、あえてコーチング的な議論を、あの理論を使ってやってあげようか。試してみる。うん、OK。 宇宙旅行ありがとう。ポップアップ、ポアポップ、ポップなんだ、ポップさんかな、ポップさん試してみます。やってあげよう。一回論より証拠だから、あのコーチング今の適応させてやってみましょう。 OK。 本当はね、電話での会話とか対面が一番いいんだけど、やりましょうやりましょう、うん、俺はもう答え出てるのね。じゃあクエスチョン、問題点1ね、いきます。問題点1、騒音で、鬱です、うん、どうしたらいいですか。はい、これが問題点です。騒音で鬱状態です、ポップさんが、うん、どうしたらいいですか。じゃあこう言われたらコーチング的な考え方でやりましょう。ポさん、ポップさん行くよ。ポップさんはどうしたらいいと思いますか。これが面白いところ。ポップさん、俺は答え持ってるけど、あえて聞きます。ポップさん、質問を質問で返して申し訳ないんですけど、どうしたらいいと思います？これすごく大事なんだよ。ポップさんはどうしたらいいと思ってんの？うん、はい、答えてください。どうぞ。うん、質問を変えようか。じゃあどうしたいですか。うん、苦情が言いたい。苦情を言いたい。じゃあ次行きましょうか。はい。でも怖くて、全くわからなくて怖いね。苦情言いたいけど言えないと。そう言いたい、怖くて言えない。はい、ここまで来ましたね。 OK。 怖くて言わなかったらどうなると思いますか。怖くて言わなかったらどうなる。怖くてこのまま続いたらどうなりますか。そうだね、何も変わらない。はい、これが鬱の原因なんじゃない。どう、これが鬱の原因なんじゃないの。苦情を言いたいけど怖くて言えない、言えないから何も変わらない、で騒音で困ってる、苦情を言いたい、怖くて言えない、何も変わらない。さあどうしたらいいと思う。うん、伝わらないので続いてしまう。その時にじゃあみんなに、アイディアを募集しようか。
どんな解決方法があるのか書いてください。さあみんなでアイデアを今度出してみます。100人の脳みそ使います。いきますよ。質問、僕からみんなに質問です。解決、要はさっきねアイディアある、さっきね批判は意味ないよって、大改案がいいよって。じゃあ大改案をみんなから募集しましょう。アイディアある？はい、じゃあみんなアイディア書いて。そんなんお前が悪いんじゃんとか、うつなのなんか知らねえよ、病気なのお前のせいだろ、俺関係ないよ、これには意味ないよって言ったでしょ。批判は意味ない、アイディアを募集すればいい。はい、お願いします。アイディア募集してます。え、お願いします。一回苦情を言ってみる。はい、こんなアイデアが出たね。はい、次へ相談、区役所に相談。はい、次へ弁護士。はい、次へ大家に相談。大家に相談。はい、次へこっちも、騒音。はい、次引っ越し、引っ越しする。はい、次暴力で対抗。はい、さてこんだけ案が出ました。どれがいい、どれがいいと思います？皆さんこの中の案で一番現実的で一番効果を発揮をしそうで、問題解決能力に一番近いものは皆さんどれだと思いますか？みんなが一番いいと思うことはどれ？このアイディアの中で一番いいと思うことはどれですか？みんな考えて。大家がいいと。大家がいい。弁護士がいい。騒音がいい。はい、みんな書いて。どれが一番いい？直接対決はないな。こん中でっていう。666さん。こん中で一番いいと思うものを選んで。引っ越しがいい、引っ越しがいい、暴力で対抗がいい。 POP さんどう？どれが一番いいと思う？ POP さん、ほう、防音にするっていうアイデアいいね、うん、あ、POP さんいないの？いなくなっちゃったかな。まあ結論から言うね、 POP さんが、 POP さんが出した答えが答えです。 OK、 わかりました。POP さんが出した答えが POP さんがやるべきことです。はい。以上です。よいしょ。はい。みんな、おはよう。
いらっしゃい。どうも、うん、あのね、一番いいと思う答えはみんなそれぞれの中にあるの。だから自分がいいと思ったことをやるっていうのがコーチングの概念だから、みんなバラバラになるっていうか、自分のアイデアをいいっていうだからみんな自分がそれぞれ動けばいい、うん、OK。で、俺だったら引っ越す、うん、俺だったら引っ越す、うん、で、次選ぶところ、次の物件は騒音があるかないか調べる賢いでしょ、うん、俺だったら引っ越す、うん、自分が一軒家ってこと？それとも相手がってこと？なんでかっていうと、まあ俺の中のプリンシプル、原理原則に、他人と過去は変えられない、他人は変えられないから、うん、他人を変えようとすると不幸になる。要は変えられないものを変えようとするわけだから、うん、うん、俺ならね、そう、他人をコントロールすることはできない。だから自分が逃げちゃえばいいと思う。うん。ぶれないぶれない。で、おそらくなんだけど、引っ越して3回も4回も続くっていうことは、騒音が起こってるんじゃなくて、普段起こってることに自分が過敏になってるって考えるわかる？パターン2ね。あれって、私何回も調べて何回も騒音に悩まされてる、あれこれ騒音じゃないんじゃないかな、あれっていう風に俺だったら考える。要は精神科に行くね、うん、その何度も続くようだったら、要は聴覚過敏が起こってる可能性があるから、うん、本音じゃないよ、うん、あ、だから矛盾は少ないと思う、うん、うん、超怒鳴りまくってしまったことがあるんですよ、そしたらなんか関係が変わった、ほうほうほう、まあ耳栓とかいいよね、うん、うん、うん、 OK。 ポップさん質問です。ポップさん、心療内科に通ってませんか、うん、今現在。ポップさん、質問に答えてもらってもいい？今現在心療内科に通っている、もしくは過去に通っていた経験がありません？どうでしょう。騒音の話は一回置こう。心療内科に通っていた、もしくは通って現在いるっていうことはありませんか？一回見てもらったことがある、でもあまり効果がないので時間が置いてある、うん、
なるほど。なるほど。アクションを起こさない限りリアクションはありませんよ。アクションを何か行動をしない限りないです。はい。で、おそらくなんだけど、他人を変えることって不可能だと思った方がいいですよ。あのね、ポップさんのために世間の皆様、世界中のみんなが生きてるわけじゃないの。だから騒音をしてる人には騒音だっていう風に感じてないんですよ。わかる。で、おそらくなんだけど、周りの人、近所に住んでる人に騒音がどうか聞いた方がいいよ。そう。まず。同じ思いをしてる人が近所にいるかどうかだよね。で、おそらくなんだけど、騒音を出してる人は騒音だというふうに認識してないはずだから。で、それを、認識してもらうっていうのも一つの手かもしれないよね。でも、それをするコストよりも、俺は引っ越しちゃう方がコストが安いっていうふうな判断をした。得じゃん。そう思わない？うん。うん、うん、そう、近所のみんな、周りの人がそう思うんなら、その人の問題の可能性が高い。で、結論から言うとね、ポップさんの問題をどうするべきかは俺らがわからないっていうのが、俺は良識ある大人の判断だと思う。なぜなら、ポップさんが言ってる情報っていうのを俺らは把握することができないから。わかる。で、どうすることもできることもできないから。だからさっき言ったアイディアを出すことしか俺らはできないのよ。わかる。で、あとはやるかどうかはポップさん次第の。うん、OK？ ポップさんの問題を解決できるのはポップさんしかいない。俺らはどうすることもできないが結論なの。俺らはアドバイスすることしかできません。はい。あとはどうするかはポップさんが決めるといいと思う。殴りに行くのか、文句を言いに行くのか、弁護士に相談行くのか、区役所に相談行くのか、警察に行くのか、本人に言いに行くのか、引っ越すのか、どうするのかはポップさん。以上です。そう、信じるか信じないかあなた次第です。あれは意味違うぞ。そうだね。第三者に相談してみようと思うと。いい結論だと思う。素晴らしい。第三者に相談してみようと思うと。素晴らしい。それがすべきことだね。いいことだと思うよ。そうそう。
今日は俺は下北沢にこれから行かないといけない。そろそろ行こうかな、下北。今日ね、ある北郷さんの単独ライブがあるんですよ。僕のね、昔からの夢だった水道橋博士を生で見ることができるんですよ。昔でもね、あれだよ、田舎の方とかだと、焚き火っつうか、あれがあったよね、ゴミ燃やすやつが。そうそう、今日ある北郷さんの単独ライブで、水道橋博士も出るし、そう、下北沢でライブあんの。そこに、ちょっと、勉強しに、ご招待いただいたんで、楽しみだなぁ。ね、博士とね、少しお話できたらいいなぁなんて思ってるけど、まあ、でもライブだから無理だろうな、ちょっとな。ご挨拶でもできたらなぁなんて思ってるんだけど。僕は楽しんできますよ。あ、そうそう。あとね、これシェアしたかったんだよね。ツイッターさ、みんなフォローしてね。俺のさ、放送ってさ、ツイッターに結構話題になるようなこととか、みんなの情報になるようなこととかシェアしてるから、ぜひね、ツイッターフォローして情報を共有したいなと思ってんだけどね、これね、ツイッターにあげたら面白かったんですよ。よくね、宇宙人いると思うよっていう話なんだけど、これが地球があるわけじゃん。ね、地球がぐーって日本があって、そうそうそう、ありがとう、頑張るっつうか俺は楽しんでくるよ、俺の発表じゃないから。で、月って結構広いんだよね、月まで遠いんだよね。こうやって見ると月があれだよ。で、ぐーって広がっていって、ツイッターで見てくれた、ありがとう、わたあめ。花火ありがとう。赤さんありがとう。すごいよね。で、これが太陽系で星が無数にあるでしょ？ すごいあるでしょ、数が。太陽の周りにブワーってあって。で、どんどん広がっていくの。そう。もう見えなくなっちゃったもんね、太陽も。で、その周りにも星がブワーってあってさ。そう。すごいでしょ。ほら、この周りにも同じ規模の太陽系みたいなのがあって、すごいよ。でもそれでもまだこんだけ広いのよ。っていうのがまだ無数にあるわけですよ。同じ規模の星の群がこの粒だよ。この粒全部あの星だよ。そう、太陽系にまだ行ってないの。あ、今太陽系が超えてきたね。で、今度銀河に行くわけなんだけど、すごいでしょ。で、それの集、これが銀河だよ。ツイッターアカウント作るといいよ。これが銀河系ってやつね。ありがとね、宇宙旅行ありがとう。ありがとう。で、その銀河がたくさんあるんだよ。こんだけあるんだよ。この星粒が今度銀河の数なの。意味がわかんないでしょ。そう。で、その銀河の集合体がこんだけあって、これが今分かってる宇宙。これで宇宙人いないと思う？これが今分かってる宇宙なの。観測できてる宇宙なの。この数の星があんのよ。この数の銀河っていうか、なんつうの。さっきの銀河の数だけでもどれだけ密集してるか分かったでしょ？それがこの数あるの。今分かってるだけで。で、これで、知能を持ってる生命体は人間だけですってあり得る。ないでしょ。だから言ってる意味分かったでしょ。絶対いるんだよ。サイヤ人もいるよ。絶対いるよ。だから、その宇宙人いないよって言ってる方がオカルトだって言ったの分かるでしょ。ホーキング博士は200万個体いるって言ってる。少なく見積もって現時点で200万個体はいるだろうって。これでまだ4%だもんね。わけわかんないよね。いや、絶対いるんだよ。ていうか、いないっていう方がおかしい。どう考えても。と、頭とち狂ってるやつでしょ。
どうしてこれを見ていないっていう判断ができるんだっていう。そう、アイスアイス、うん、ねえすごいよね。のんちゃんとデート久しぶりだな。ちょっと今日はね、あのもう配信とね、のりこは寝る、俺は喋るっていうこのあのサイクル、非日常を味わいに行きますよ。非日常、下北沢でご飯食べて、ちょっと手つなぎながらライブでも見ましょう。皆さんもね、あの今日金曜日でしょ、いい土日を過ごしてくださいね。告知ですが、告知はね土曜日、じゃあすいません、日曜日の27日の夜8時からかな、夜8時から9時半まで1時間半ドルさんの放送で格闘技教わりますんで、今からライブだね。夜の12時からスタートで、朝までライブやります。で僕はあの2時間ぐらいある北郷さんの、メインのトーク2部聞いて、博士との対談聞いて、僕は帰ります。タクシーで帰ると思う。だから20、あのね、スタンディングなんだよ。だからのりこがね、多分ね2時間経ってるのが限界だと思うから、それくらいで引き上げる。本当はね最後まで言いたいんだけど、ちょっとのんちゃんの体調もあるからさ、あのパニック障害とか出したらかわいそうだから、うん、のんちゃんと2人で楽しんでくるね。みんなも楽しんでね、デートデートデートっつってもあれだよ、もうかわいそうなんだけど、ある北郷さん、もう仕事関係で申し訳ないんだけど、ありがとうアンコロ、ハート花火ありがとうね。デートも仕事持ち出して申し訳ないんだけど、ご招待いただいたの、チケット2枚もしよかったらって言って、で珍しくのんちゃんが私も行くって言ってくれたから、一緒にね楽しんでこようと思います。それじゃあ皆さんお疲れ様です。 Twitter と YouTube とふわっちフォローよろしく。楽しかったよ、ありがとう、お疲れ。